岸田総理は子ども誰でも通園制度が2026年度から全国で実施されるのを前に先行導入されている保育所を視察しました虐待が疑われる要支援家庭の子どもの受け入れに補助を加算するほか医療的ケアが必要な子どもを受け入れる場合には自宅への訪問も想定して補助を大幅に引き上げる考えです。